紫色？欲求不満？欲求不満の色だから、まあ、ちょうどいいのかな。たまたまですけどね。全然満足せずにどんどん向上心持って追求心と、うん、仕事も遊びも同じなんで、それが出てるかな。名前は小原博正です。年齢は38歳。仕事は自分で建設会社をやっています。車が好きな理由はもう小さい時からバイク車はもうずっと好きで、免許取ってからももうずっとカスタムカーに乗ってきたので、いつかはオートサロンがあったので今回作りました。僕にとって車とは生活の一部です。仕事は仕事用の車、出かけるときは出かける用の車、こうやって乗ってて楽しい車は乗ってて、スポーツカー使い分けて、なくてはならないもの1台ではなく、そのやりたいことによって分けて、服と同じ、制服と同じ。カスタムは大阪のガレージイルの松浦明さんがやりました。マフラーは RUI の北田瑠衣さん。これの制作期間3、4ヶ月だと思う。松浦さんの腕作り手の、そうですね、チームワークですね。難しいことを作ったのはあくまでもガレージイルの松浦さんなんで、でもプラモデルだけではなく走らせなきゃいけないので、フェンダーとタイヤの干渉タッチだとか、マフラーの熱によるボディの変形だとか、実用性、走らせることに対してのトラブルがいっぱいあったので、できてからもまあ結構やり直しをしたかな。タイヤからじゃないかなと思うんですけど、車高とホイールとから始まると思うんで、この車もワイドタイヤ履いてからボディは切ってるので、タイヤに合わせて車を作っていってるので、一番元となる部分ですね。思ったことは必ずやってますね、まっすぐに。仕事でも同じなんですけど、回りくどいことも嘘ついたりとかもなく、まあ、まっすぐ素直に求めるもんは掴みに行きます。そういう性格です。そうですね、努力はしてますね。でも安い車でもないので、大事に乗らなきゃいけないかな。頑張って働きました。対話されない、みんな笑うからまあいいのかなって思いますね、笑顔にはスマイル。もともとはそんなにかっこよくないかなと思う車を、こうやって改造をカスタムすることによって、ここまでかっこよくなれる車だからこそかな。最初からかっこいいとは思わない。まあ、維持するのであればモディファイ、カラーリングまた変えたりとかして、また形も変えたいし、もし違う車に行くのであれば、もうまたこうやって作りたいですね。誰も真似できないような車を作りたいなと思いますね。エアロパーツの組み付けだけじゃなく、一から作ってみたいですね。